探偵小説の世界的流行、平林初之助。名前は忘れたが、どこかの国の総理大臣で、毎日1時間ずつ探偵小説を読むことを習慣にしていた人があるそうだ。アメリカの前大統領、ローズベルトは、探偵小説の愛読者であることを、公然と告白したことがある。日本でも、 貴族院議員に新青年の愛読者があったり、思いもよらない学者、政治家や教育家の間にすらも、探偵小説の愛読者は無数にある。一般に探偵小説の愛読者は、他のベルレットルの読者よりもはるかに広い範囲にわたっており、しかもその中には、より多くの教養ある階級の人々を包含している。 男女の学生の愛読書のリストの中にも、最近、著しく探偵小説が増加してきたことは事実である。欧米の読書会では、この傾向は世界大戦後、急に顕著になってきたということであり、アメリカのある文学入門書にも、探偵小説は凡庸な作家には書けないが、今後、最も見込みのある小説は、探偵小説であろうと書かれている。 この理由はいろいろあるであろうが、探偵小説が現代人の生活の要求に応える何者かを持っているからであることは言うまでもない。第一に、探偵小説は、強烈な刺激を読者に与える。現代人の生活のテンポは、世界大戦前の人の生活と比べると非常に速くなった。エレベーター、タクシー、無線、飛行機、その他、 これに類似する機械文明を構成するエレメントは、現代人の生活の中へしっかりと織り込まれてしまった。筋の信仰の緩慢な従来のロマンスや、分かりきったモラルを説く教訓小説や、特に記者も電話もなかった頃の事件に題材を取った歴史小説は、もはや現代人の生活から分離してしまい、それらのものは、 現代人に刺激を与えるに足りなくなった。探偵小説はこの点において現代人の思考に最もよく投じている。次に探偵小説は他の小説に比して著しく知的である。筋の構成が複雑で緻密であるから読者は漫然とそれを読んでいくことはできない。一つ一つの総話に、一ページ一ページに、一行一行に読者に、 作中の人物とともに思考し、推理してゆかねばならない。だから、探偵小説の読者には、一般に知的教養の高い人が多いのであり、また、探偵小説の要求が民衆の間に起こってくるのは、民衆の知的水準がある程度まで高まっていることが必要とされるわけである。日本の読書界に、探偵小説の流行が欧米諸国よりも、 少なくも10年、ないし20年遅れて起こってきたことも、この事実を説明する。最後に、探偵小説は、権威に対して著しく非妥協的である。時代主義と中央主義とを全く無視する。そこには退屈なお談義もなければ、平凡な生活や心理や出来事のくどくどしい描写もない。すべてが異常であり、非教訓的であり。 冒険的的ででああり反抗的である探偵小説は、凡族主義に対する一つの挑戦であると言える。これらの諸条件が相まって、日本の読書界にも来たるべき探偵小説全盛時代が準備され、実現されんとしているのではないかと思われる。まだ発表にならぬから、詳しいことは言えないが、東京の一流の出版社たちが、今、 探偵小説の「手術のシリーズ」を市場に送り出そうと計画していることは事実であるしおそらくそれは最もタイムリーな計画であろうと思われるとにかく好むと好まざるとにかかわらず日本の大衆的読み物は従来の時代ものから探偵小説およびその姉妹小説へ転向してくるであろうことは正確に私は予言してよいと思う。